きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信簿。さあ、ということで、はい、ドラフト会議が終わりまして、うん、ね、はい、まあ、いい悪いあると思いますけども、うん、ね、佐々木チャンネル、そらね、ここまでいっぱい行ってきたんですから、はい、まあ、通信簿つけてね、うん、おさらいしていかなきゃいけないっていうところでね、はい、今日からロングな企画、はい、12回構成です、はいはい、各球団見ていこうという、はい、まずは今日はね、はい、ロッテからっていうね、うん、ところで、はい、まあ、事前戦略ね、うん、メモではもうショートガチャはもう終わったでしょ、はい、で大卒の投手が全然ハマってないぞと、ね、過去ね、はい、ロッテはだから本当は野手を獲得した方がいいが高校ナンバーワン投手の前田君とか行くんじゃないのかなっていうね、はい、ところっていうのを、まあ、佐藤さんがね分析してたわけですね。あ、そう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 、うん、っていう中で袴田さんは渡来君ちゃうかと。私の1位予想は渡来君だったんですよ、うん、で俺は前田君と、はい、で先生は木村ね、うん、あの霞ヶ浦の、はい、で、あの視聴者希望枠は渡来だったわけ、うん、アンケート取った結果ですね、うん、これ前日だったの取ってない、ね、うん、っていうね、はい、ところで、まあ、仮想ドラフトではね、うん、木村君を単独、はい、あの1位指名強行外してね、うん、っていうところでしたけども、まあ、ロッテの、ね、指名ね振り返っていきましょう、はい、まあ、1位ね、渡来行って外して草加行って外して細野行って外すっていうね、はい、3回外すこれ、あのくじ引く人、吉井さんがまた変わってまた吉井さんに戻るっていう、うん、でもどっちにしてもさ1回も引くことないから一番最後だから常に。まあ、そうです、ね、だから自分でどっちにしようかなって引いてないから、はい、もう仕方ないよね、まあ、残り物ですよ ね、4人目になる、はい、なかなか難しいよね。外れ外れ外れ1位ってこれが、うん、この間スポナビで配信してて情報を得たんですけど、うんうん、過去、まあ、最近活躍してるとか現役で出てる中で外れ外れ外れ1位っていう人を2人発見したんですよ。まあ、大活躍とかではないけど今そう微妙な情報を持ってくるのやめて。でも阪神は日本シリーズスタメンで出てた。そうなん、はい、渡辺亮ピンポーン。外れ外れ外れ松井裕樹とか、うん、あの辺こう外れて、うん、日本ハムがその1位で指名したらしいです、うんうん、はい、あとまあ後藤俊太選手もそうですねっていう、はい、プチ情報でした。まあね、上田君にはレギュラーになれるぐらい頑張ってもらいたいですね。いや、そうです。過去の例を払拭してね。はい、はずれはずれ1位はもうスーパースターいっぱいいるから。いっぱいいます。だって坂本選手もそうですよね、はずれ1位。そう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 、はずれ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 1位ね。はい、うん、でもそれも1位ですから、まあ、うん、まあ上田ね、はい、で2位が富山から大谷、ね、はい、光で3位木村、うん、4位早坂、5位寺地。育成枠がね、竹内、松井、河野、藤田、富山っていうね、はい。まあ、ところで、まあ、ポジション見ていくと、まあ、内野、ピッチャー、ピッチャー、ピッチャー、キャッチャーっていうところで、うん、まあ、キャッチャーは俺は取っといた方がいいと思ったから、まあ、この5位でね取れたっていうところは大きかったし、あと、まあ、ミキとね、はい、エムラが、うん、もう構想外になって、うん、なんかコーチ打診とかいう話になってるけども、はい、まあ、そこも減るっていうね、まあ、このテラチを取れたから多分エムラもね多分戦力外になったと思うんだけども、はい、まあ全体的に言うと、うん、結構いいドラフトだったんちゃうかなっていう。ああ、そうですか、うん、だってもう内野ガチャやめてるやん。はい、そうですね、理由感ね、うん、だからまあ渡来行ったのは外野もセカンドもサードも守れるっていうところと、はい、あとはもうセカンドの今年中村翔吾が全くダメで、うん、最後クライマックスシリーズもスタメンから外されて、はい、じゃあ逆に次誰行くんやって言った時の代わりも誰もいないからずっと変えるわけにもいかないっていうね、うん、最後の最後でやっと変えたなっていうところもあるけども、はい、まあ、そこも抑えるためにも渡来っていうところの抑えが多分いったと思うんだよね、うん、でそこ外して草加君でしょ、うん、だから渡来じゃなかったら野手いらなかったのかなっていう。草加細野って言ってるから、まあそうですね、うん、だからここはドラフトの兼ね合いで草の先行ってたら取れてたから、ね、うん、ここは戦略上のミスだよね。まあそうですね、うん、だってやっぱ上位の人からは欲しかったってことでしょ草加君ね、うんうん、草加君をここ行かないで細野君行った方が取れたわけ、はい、取れてましたね、競合しないからね、うん、だからここは戦略上のミスだよ、はい、正直ね、うん、まあ上田はね、上田を取るってことは、はい、もう安田、山口、うん、ね、藤原、うん、ね、もう期待値下がってますよっていう。そっか、上田君ってファーストサードでしたっけ。上田は今年6大学でサードでベストライン取ってるから、はい、その前はファーストでベストラインも取ってるから、うん、だからファーストサード、まあ、両方守れるっていうことだよね、はい、で、まあ、外野を守れるから、うん、っていうことになってくると、そしたらどんどんね、はい、今までの選手は結果残してなかったらね、期待値が、だって期待値は若手の方が上がるからね、はい、で、マツダスカウト、コンタクト率の高い中距離ヒッターで
率も残せて二塁打も非常に多い、うん、チームの核になる外野手として活躍を、もう外野として活躍をだったら、はい、もう安田期待してませんよみたいな、うん、サード出てくるからね、はい、で、動画にもこの前出したけど、うん、中田がもし仮に FA できたらファーストやろ、はい、もう安田出るとこなくなるから、ね、うん、そういったところではもっと既存、うん、今いる選手たちはもっと頑張んないと、こういうふうに上位で同じポジションを取ってくるってことは、うん、もうお前らが、しかもその同学年で、うん、これは高校生とかだったらまだね、はい、次の世代とかになってくるけども、うん、同学年とかね、その近い年齢で同じポジションを取ってこられるってことはもう期待できんなって思われてるのと一緒だからね。いや CS 結構活躍したけどな、安田選手そんな1試合ぐらい全員活躍するから、うん、1年だから1、そうですね、うん、通して結果伸ばさないと、ね、スポットだったら誰でも活躍するから、はい、正直ね、はい、といったところではもっとね頑張っていかないと、うん、上田君に全部取られちゃうっていうね、はい、であとはこの大谷君いいんだよね、球159キロかなんか、もうめっちゃ速いらしいですね、だからもう完全に多分リリーフやね、うん、だひょっとしたらまあね、まあペルドモは多分残留すると思うけども、まあ、7回だったりとか、うん、ひょっとしたらもう増田がねピリッとしなかったら9回っていうね、はい、未来の守護神になってくるっていうところで、まあ、リリーフがねマリーンズはもう2年連続方程式を構築できないんだよ、はい、もうだって唐川時代もあったな、うん、佐々木千早時代もあったな、うん、沢村時代、国吉時代あったな、でも2年連続いないんだよ誰も、そうですね、1年で全員いなくなるんだよ、うん、まあ、増田だけがずっといる、はい、あとはもう常に方程式構築できないから、うん、まあ、それぐらい不安定な後ろってことじゃんね、はい、だからリリーフの防御率もめちゃくちゃ悪かったわけよ、うん、だからところでここにね入ってくれば、うん、ね、あの後ろがちょっと安定すればね、はい、もっといいリリーフ陣も作れるし、うん、でこの木村早坂俺の1位に、ね、うん、もっとだから上位で、ね、予想するぐらいいいと思ったピッチャーたちをここで取れたってことですからね、いいよねこれ未来に向けては、うん、もう俺はね、はい、俺のロッテに対する個人の感想ね、はい、来年どうしよう無理でしょっていう、そうなんですか、もうちょっとこの長い目で、うんうん、俺の勝手な想像ね、はい、あの2025年上昇軍団計画っていうのがある、ね、おでももう、はい、あと2年しかないんだ、うん、ってなった時に、はい、最初出た時の俺の想像中身知らないよ、うん、俺の想像は、うん、佐々木朗希をローテーションピッチャーに育て上げて、はい、佐々木朗希を中心として、うん、佐々木朗希のための、うん、佐々木朗希による上昇軍団を作ろうとしてる計画やと思うね、はい、それがハマらなかったら、うん、他はないねん、うん、もうその一択じゃないですね、そう、俺の予想ね、はい、佐々木朗希頼みの上昇軍団計画なんだよ、はい、佐々木朗希こけたらそこから浮上していくパターンないねん、うん、そんな基盤が弱い計画がある、うん、まあ勝手に俺言ってるだけだけどね、まあ、今年も佐々木朗希投手抜けてからやっぱこ う, そ う, そうチーム落ちていきましたもんね、ってなってくると佐々木朗希に、ね、はい、いたらいたらでいいよ、うん、でも頼らないチーム作りをしていかなきゃいけないと思う、はい、だから、ね、楽天だって結局マー君頼みだったからマー君が抜けたらダダーッと落ちていくわけじゃん、で今度だからソフトバンクも千賀がいなくなったらドワーッて落ちていくわけじゃん、はい、でその時に昔だったら、ね、斎藤和美の後摂津が来て千賀が来てっていうのを作り上げてきたから保てるわけだけど、そこを保ててなかったら一本柱でいってるとそこが崩れるとダダーッてくるわけよ、だからもしオリックスが今年山本いなくなったらボワーッて行くのかと見せかけて山下俊平だとか、はい、東とか曽谷とか、いやまだ宮城投手もね、うん、あと向野蓮が怪我から復活してくる可能性もあるから、うん、はい、次作ってるから多分俺はオリックスは優勝するかどうか分かんないよ、はい、山本がいなくなったからって言ってそこからドガーッと落ちていくことないと思うの、うん、次作り上げてるからね、はい、でもロッテってどうかっていうと佐々木朗希計画だから、うん、バタッとこけたら今年のチームみたいにバタッとこけるわけじゃ、うん、だそれをしないためにもこの木村早坂の若い2人を育てて、はい、盤石に投手陣を構成するっていうところでは、うん、非常に良かったと思うんだよね、はい、でまあ、高校生キャッチャーはね、まあ、必要だったかなって思うんで、はい、育成にもキャッチャー取ってるからね、はい、キャッチャー2人取ってるっていうところ で、ね、多分江村がね、うん、多分構想外になったところだし、うん、でここにもまあ若い2人ピッチャーと、まあ、外野手を2人取ってて、まあ、全員高校生っていうところでは、まあ、育成の指名も、まあ、ここからどこまで出てくるか分かんないけどもポジション構成では非常に良かったね、うん、おーですか、うん、でも強いて言えば長距離砲の野手が欲しかったね、あーそっか、下位でもいいから高校生とか、うん、まあ、強いて言ったらそこが欲しかったなって思うけども、うん、まあ、俺はもう
そのロッテのドラフトはもう来年とかじゃないね、はい、もっと基盤を強くしていかないと層も薄いし、はい、あのパッとした選手も特に野手とかおらへんねん、正直。だから日本代表に誰も名前も候補も上がってこないわけじゃん、はい、でその中でだって沖野と角中にすがってんだよ、うん、お前どんだけベテランにすがんねんみたいな、はい、もっと若手出てこいよっていうところでね、うん、まあ、高部とかも怪我して、であと来年石川がね肩の手術して、うん、肩手術で復活したやつあんま見たことないねん。あ、そうですか、うん、肘とかはいるけど、うん、肩手術でそのローテーションピッチャーに戻ってきたってなかなか聞いたことないから、うん、そういったところでも2027年計画やな。7年、2年伸びました。でもこういった選手たちを押し上げてっていうところでね、はい、うん、あとはもう外国人で補強かな、はい、来年はね、うん、っていったところでは、まあ、ドラフト自体は大成功とまでは言わないけどバランスも良かったし、うん、今のチームに足りないところしっかり補えてて未来に関するところもあるから、はい、俺はマリーンズは正直めっちゃ良かったと思う、うん、じゃああれこう評価って出してましたっけ。評価はね A です。お、 A、 これはでもね俺は良かったと思うよ、はい、で即戦系で上田君どうなるか分かんないけど、はい、で未来に向けては木村君と早坂君で、うん、ピッチャーだから投手と野手の即戦系2人取ってるから、うん、大谷君も即戦力ですからね。あ、そう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 、だからここはハマると思うね、うん、で多分上田君も怪我しないで普通にやったら、はい、下手したら開幕スタメンあるよ、うん、今のロッテの選手層だったら、はい、それぐらい期待値も高いっていうところと、まあ、キャッチャー取んなきゃいけなかったから、うん、まあ、そこ育成とピッチャーの若い2人ね、これ伸びしろ抜群だから、はい、うん、で大谷君の即戦系のリリーフね、うん、足りないところっていうところでは、まあ、前はね内野言いながら怪我しなかったらだって種市西野で小島、うん、メルセデスカスティーヨ、まあ、来年は二木がどうにか6枚目頑張ってもらったりとか、あと一人ぐらいはどうにかなるやろうっていうね、うん、あ、ミマもねまだベテランでもう今いるし、はい、うん、まあ、そこら辺をなんとかカバーしながらっていうねところで、まあ、俺は何気にバランスも良かったし、うん、育成も含めて良かったんじゃないのかなっていうところもあるんで、うん、A だね。 A、うん、はい、よしってロッテ関係者でもこれ僕ちょっとだけ出してます。あ、何、育成2位の松石君ってこれ言うんですよ、うん、ね、本当にまあ、後立ちじゃんけんになるんですけど、うん、本当はオリックスの育成取ってほしいっていう出したかったんですよ、うん、多分ですよ、うん、怪我なければドラ1ぐらいのレベルだったんですよ、うん、高1の時からすんごい球を持ってたんですよ、うん、これそれこ そ, その今の長い計画で見た時に怪我ない体にすれば、うん、球質だけだったらトップクラスのものがあるんですよ、うん、僕は山本由伸クラスだったんですよ、うん、へちょっとこれ注目してほしいです、この松井君、うん、松井君、ね、なんで早めに言って後出しかオリックスの時に言いたかったんですよ。オリックスの時に言いたかったんですよ。言った言った言った言えなかったんです。ちょっとなんか恥ずかしっぽいよな、うん、こんな1年間楽しみにしてやってきてるのに言い忘れるとかある。リストが多すぎるんですよ。順番に当てはめていって変わらない現象。じゃあこれ注目だね。そうですね、本当注目してほしいです。これ松石君ね、3年目か4年目ぐらい、うん、もうちょうど育成の期限が切れるぐらいの時に、うん、パッと出てくる。じゃあ千賀投手みたいになってほしいですね。2027年計画ちょっとおい合わせてんの。お、じゃあもう木村君、早坂君、松石君と、まあ、佐々木朗希投手筆頭にうんで頑張ってこれたらね、はい、で種市とか西野がベテランとかになっててね、うん、小島とかがね、かうん、いい形で回っていけばね、はい、お、27年計画いいですね。いいやろ、うん、うん、だから俺はバランスは良かったと思うんだよね、はい、うん、正直ね、うん、でも来年どうのこうのじゃないから、はい、来年どうのこうのまま上2人だ ね, そ, うですね、そこら辺はまあどういう感じか見極めて言いたいと思います、うん、はい、ということで今回は以上です。